のどすこ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 。さあやろう。光が死んだ夏っていう漫画の話をしていきます。これいろんな動画のコメントにねついてて、おすすめだよっていろんな人から教えてもらってて、面白かったし、今一巻発売中で連載中でね、まだ謎がいっぱい深まってるんだけど、もうこの時点で面白いし、ホラーなんだけどね、怖ーっていうよりはえみたいな、なんか不安になる感じ、え進路どうしようみたいな、その不安とは違うんだけど、ぜひ動画見て気になった人読んでみてください。読んだことある人はぜひ感想コメント欄に書いてもらって、読んだことない人はね、夏の思い出を書いてくださいこんにちは、よし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 、横柱です。いただきます。今日の2カメはこちらですね、ポゼッサーってこれ今日見に行ったんです、映画。これ怖かった。まあそのうち話します。これは光が死んだ夏っていう漫画、もくもく連さんという方が書いた漫画でね、もうまずは一旦あらすじ言ってみようか何それうざ今の感じうざね、あらすじを聞いてもらった方が早い。これもう聞いたら興味持つと思うんで、ぜひ本当に聞いてってください。本当にお願いします。いいよ、ありがとうね。キャッチボール OK。 どっかの田舎、真夏日です。わーしゃわ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 しゃって、セミだかなんだかが鳴いてるんですね。うん、夏あっつい。でこの田舎村の高校生のよしきくんとひかるくんというね、仲のいい二人の男の子がダラダラ過ごしているんですね。田舎とかにあるなんとか商店みたいな、あのコンビニじゃないさ、もうおばあちゃんとか経営してそうなお店あるじゃん。あそこのあの店先に立ってさ、おべちゃんちょっとアイス買ってくれ、アイスな。なえパピコしかないやんさ。しょうもな。言ってね、パキッつって、俺つって。あっつーあっつーわーつって、みーみーわーしゃわしゃわしゃ、もう店先でね、二人で座って、あっつーわーってパピコ舐めながら、はーつって食べてるわけですよ。いいね。で、ほんでこの、ひかるくんの方ね、ってやつは、実はですよ、半年前くらい、一週間ほどね、行方不明だったことがあるんです。山ん中にある日突然行って、そんなんだから、ヨシキもね、ひかるに対してそのことを、まあ、いつまでも言うわけ。お前ほんと、あの時、みんなにどれだけ心配させたと思ってんのつって。そしたらひかるがさ、もう、いいや、そのことはもう昔のことだし、忘れようやつって。そういうので話したわけないよ、お前。俺がおらんくて寂しかったから。いや、そんなことないよ。寂しかったんじゃん。寂しくなかったってんだ、お前。男同士のそんな、そういうわちゃーみたいなノリあるじゃん。もうそこで、ヨシキがちょっと切り出すわけ。なあ、ヒカル、お前ちょっと聞いていい？え、何？お前さ、そうやって山で行方不明になってじゃあ、ちょっとあの時から思ってたんだけどさ、え、何よってはっきり言えや。お前さ、光じゃないでしょ、言うわけ。光ポカーンですよ、言うの光。え、なんでや。完璧に模倣したはずやのにな、顔がドローって崩れて、光じゃないんよ。どちら様でしょうかって感じなの。光ちゃうやろつって、その顔が崩れたやつがさ、ガバって抱きついてきてさ、お願い誰にも言わんといて、初めて人として生きたいよ俺、学校もさ、友達もアイスとかもさ、全部初めてでさ、体も人格ももう借り物なんだけどさ、お前のこともう大好きやねん、頼むからお前を殺させんといて、言うわけ。よしきはそれ聞きながら考えるわけ。ああ、まあどちらにせよ本物の光はもういないんだしなと、だったらもう偽物の光でもいいからそばにいてほしいなつって、で答えを出すわけ。オッケーと、光よろしくなと。よしきはこうやって親友の光に擬態した何かと一緒にね、これから先生活をね共にすることになりますが、果たしてみたいなお話です。親友の光が山に行って行方不明になって、まあ、死んだ。したら代わりにその親友に擬態した何かが降りてきた。うん、光と呼ぶことにする。こいつは親友の光の記憶を引き継いでいて、何もかも。だけども別人なんですよ。何者かは分かっていないんだけど、ヨシキにとって光っていう親友はもうめちゃくちゃもう大事なやつだったから、多分ね、どうなんだろう、友情はもちろんあるし、なんか友情以上のね、何かの感情を抱いてる気はする。この二人ははっきりと愛してますとか恋人になろうみたいな言葉は出てきてないんですけど、
なんか明らかにこの二人にはやっぱり友情以上の何かを感じる描写みたいなのがあって、まあ、ちょっと今んとこふんわりですけどね、まあ、その辺もこう気になるところですね。ラブストーリー味のある話にもだからなっていくかもしれない。うん、艶っぽいよ、うん、まあ何にせよとにかく大切なやつだったんですよ、光くんが。だから亡くなったって、行方不明になってたってなって、光がいない間なんかもう、うわもうやってられんわーつって、こんな病んでたわけよ、もうあーつって。だから光の格好をした光じゃないやつが山から降りてきた時も、その光がいない穴を埋めるためにこうやって共同生活っていうか、いつもの今まで光にそうしていたように、同じその親友としての付き合いをしていくわけですよ。緩いんですよね、この辺のシーンとかさ。なんか商店のメンチカツ売ってんのね、揚げたてのメンチカツを、その擬態した光がね、メンチカツ食べてさ、サクうまー、いやお前食ったことあるやんけ、いや あるけど食ったことある、記憶はあるけど、俺は食ったの初めてやつ、やっぱうまー。なんかね、そういうゆるい男子高校生のなんかこう生活を送るんですけど、だけどやっぱりこの光はやっぱ何かなのよね。その前提がこの漫画の中に付きまとってくる。だって体の中身とかもね、もう人のものじゃないんですよ。なんかよくわかんないものが入ってるっていうか、入ってるのかどうかすら怪しいし。で、普段は穏やかなさ、猫ちゃんがさ、その光に擬態した何かを見た途端、シャーみたいな。死ぬほど喧嘩売るわけよ。怒りもせんかった猫がさ、明らかに警戒してんのよ。ほんで村で異変が起こり始めてっていう。シャワ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 とか、擬音がいい感じなんですよね。シャワシャワシャワ、ゲロゲロゲコゲコゲコとか。これが不気味でもあるし、いい具合にこうノスタルジーを煽るような夏のあの田舎の雰囲気とかもすごい出ててね。だから物語だけじゃなくって、その漫画のなんていうの、そういう絵の一枚一枚が楽しめるっていう。この先もうちょっとだけね、一巻のネタバレが入るんで気をつけてください。この擬態した何かっていうのは、なんかね、ノウヌキ様っていう、何なんだろうね、これ山の神様なのか、もっとこう幽霊の上位種なのか、まだはっきりしないんですけど、まあそう呼ばれているかもしれない。まだはっきりしない。うん。でもおそらくそうではないかという。街歩いてたおばあさんがですよ、光を見た途端にさ、ノウヌキ様、なんで山から降りてきてんのみたいな。めちゃくちゃびっくりしてるの。だからその二人はさ、ヨシキとヒカルはなんやこのババアみたいな、どうしたんって感じで見るんだけど、いや思ってたらさ、後日そのおばあ様がさ亡くなっちゃうんですよね。あのおばあさん死ぬシーンとかも怖いですよ。真夜中、夜ですよ。おばあさん家にね、来客が来る。ガンガンガン、松浦さん宅配便です。ガン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 、おばあさん玄関の前でさ、来るな来るな来るな、こんな真夜中に宅配便が来るわけなかろうが、ガタ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 。その間も、松浦さん宅配便です、いるんですよね、松浦さん、来るな来るんじゃない、松浦さん僕もこれ届けないと家帰れないんですよ、松浦さん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 、来るんじゃない、来るな、入ってくるな、松浦さん、もう入ってますよ。ギッ、あのひらがなのギッっていうあの言葉がさ、反対側にギッってはっくり反転してさ、松浦のおばあさん亡くなっちゃう。多分これも光がやったんだけど、しょうがないねんとか言って、もう光はこの生活に執着してるからさ、なんかね、他の、うん、これも幽霊なのかまだはっきりしないけど、まあ、霊的なものとしとこうよ。そういうのがさ、やっぱちょっと動き出すんよね。他のある日さ、林のなんか抜け道みたいな、回り道みたいなところをさ歩いてたらさ、クラスメイトたちと気づくの、林の向こう側にさ、ひらがなのくって、くの字が見えんの。なんやあれ、くひらがなのくの字やんけ、なんやあれって、あーって見たらさ、そのくの字がペッて反転してさ、ブン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 、引くわー、ブンブンよ、ブンブン。揺れながらさ近寄ってくるの。くかと思ってたやつが、なんか要はブンブン揺れてる何かだったのよ。うわーって来てさ、気持ち悪い。もうおかしなことがどんどん起こるの、こういう不気味な。だから光をこのままにしとくとやばいよねっていうね、どうにかしなきゃねみたいな話をしていくんですけど、どうなるのっていうのでね、
早く2巻見たいって感じでございます。はい、ぜひ気になったら読んでみてください。